今日はこの iPadOS15 になって Apple Pencil で日本語対応するようになりました。とっても字が汚いんで Apple Pencil でこう、い、う、え、お、このように手書きで書いた文字をそのままテキスト入力してくれるように対応してくれるのは本当にね、助かります。手書きのね、こう認識してくれるのをスクリブルと言います。こう書いていくときにボートの音がうるさい、認識が少しやっぱり間違っているところがあります。まあ、そういう時にペンを使ってそのまま消したいですけど、思うように消せなかったりとか思い通りにならないっていうことってありませんか？これをこうすると消えます。いろんなこの Apple Pencil のコマンドがあります。どうやって学ぶかというと、 GoodNotes で起動した時にこのように出てくるんですけど、それのこちらの、ね、3つポチポチポチとあるところを押すと、ペンシルの設定がございます。クリックすると、まあ、設定の部分に、ね、移ってスクリブルのところがあるんですが、このスクリブルを試すっていうところを押してください。そうするとスクリブルの練習の機能がついております。最初にデモをやってくれるので、まあ、それの通りね、こうやってやると消えることを確認して、こうやってそのコマンドを学ぶことができます。あと挿入、こういう感じですね。そのあと結合ですね、 分離と結合がこういう感じでできるようになります。これでスクリブルを練習してもらうと、この Apple Pencil の日本語入力、こちらの方がスムーズにできるようになると思いますんで、私分からなかったんで、分からない方いらっしゃるかなと思って作っておきました。ではまた。